父さん、お話しして。のっぽくん、ちびくん。ある時、とても背の高いネズミと、とても背の低いネズミがいてね、二人は仲良しだった。出会った時にはのっぽくんはいつも、いやあ、ちびくん、と言った。そうするとちびくんも、いやあ、のっぽくん、と言った。この二人の友達はね、よく一緒にお散歩をしたよ。そんな時よくのっぽくんは言った。いやあ、鳥くんたちこんにちは。ちびくんは言った。いやあ、カブトムシくんたち、こんにちは。二人が庭を通っている時なんかね、のっぽくんは言った。いやあ、花くんたち、こんにちは。ちびくんは言った。いやあ、ねっこくんたち、こんにちは。家の脇を通っている時なんかね、のっぽくんは言った。いやあ、屋根くん、こんにちは。ちびくんは言った。いやあ、地下室くん、こんにちは。ある日のこと、二人はね、嵐に遭ってしまった。のっぽくんは言った。いやあ、雨粒くん、こんにちは。ちびくんは言った。いやあ、水たまりくん、こんにちは。体を乾かすために二人は家へ駆け込んだ。いやあ、天井くん、こんにちは。のっぽくんが言った。いやあ、ゆかくん、こんにちは。ちびくんが言った。まもなく嵐は収まった。二人の友達は、なお。窓辺へ走っていった。外を見せてあげたくて、のっぽくんはちびくんを抱え上げてやった。そして二人は一緒にこう言ったんだよ。いや、にじくん、こんにちは。